やれやれ。だから賞金をかけるなんて真似は無意味で好きじゃねえんだよな。騎士団の人たちが来ちゃいましたよ。脱獄者もかなり捕まっている。ま、私の部下にかかればこんなところだ。お前らもおとなしく捕まった方がいいぜ。あんたは知ってるわよ。騎士団のポニーね。手を出すんじゃない。こいつらは1億年に1人の天才賞金稼ぎ、ティア様の獲物よ。安心しろ、仇は取ってやるよ。だから静かにしとくんだな。おい、こいつを邪魔にならないところへ連れて行け。はっ。あんたたち、どこへ連れて行く気？下ろしなさい。はあ、面白そうな子を言っちゃった。残念がるところじゃないでしょうが。大丈夫だ、あいつの代わりに私のこれでたっぷり可愛がってやるからよ。これって何ですか？あの筒、フランさん知ってますか？わからない、本でも見たことがない。やっぱり田舎者は古代武器なんて知らねえか。ま、よその大陸から輸入したものだから知らなくて当然だけどな。古代兵器ってことはつまり古い武器でしょ？そんなの役に立つわけないじゃん。なら試してみてやるよ。ほら。地面がえぐれてる。こいつは危険だよ。みんな真剣に戦わないと。見ればわかる。ここは俺に任せとけ。そいつに勝てるぐらい強い武器を持ってるからな。そうなの、ブリジットちゃん。なになに、どんな武器？私、ブリジットがそんな武器を持ってるなんて知らなかったわ。何言ってんだよ、見ればわかるだろ。もちろん俺のこの体だ。あー、なるほどね。せめて突っ込め。深く考えるな。なんとかなる。俺を信じろ。バカバカしい。少なくとも私が出る幕じゃなさそうだな。おい、あいつら全員倒せ。すぐにだ。いいな。はっ。わかりました。気持ちが大事ですよね。さあ行きな、お前たち。はっ。プリルちゃんたちもブリジットちゃんを見習って自分の体を信じてみますか。ちっ、クズどもが。何あっさり倒されてんだよ。あ、ポニー様、もっと叱ってください。下劣。はあ、しょうがねえな。けどまあ、お前らが意外と腕は立つってことは分かった。お前らの実力に免じて、私のとっておきの古代兵器、相棒を見せてやる。薬よりもぶっ飛べる戦い、見せてやろうじゃねえか。これが私の秘蔵中の秘蔵、とっておきの相棒だ。見た目は
さっきの古代兵器と変わらないわね。だろう？でも射程も威力も大幅に強化されてる。今発掘されてる古代兵器の中でも強いやつなんだぜ。ザコを倒しただけで生きがるなよ。相棒と一緒に思い知らせてやるぜ。私の相棒が負けるなんて。そんなポニー様。みんな今のうちに森の方に逃げるわよ。はあ、古代兵器、厄介な代物だったわね。でもあの子だけが持ってる武器だったようだし、そこは一安心ね。はあ、私も発掘したいわ。古代兵器、高値で売れそうだし。古代兵器のことは忘れろ。はあ、メイちゃんどうしたの？暗い顔して。嫌なことでもあった？聞かずともたくさんあったでしょうが。あの、いえ、やはり騎士団は敵と呼ぶべき存在なのかと考えていただけです。メイ、実は私たちに監獄城にいるように勧めたのは騎士団長様なのです。騎士団長さんがお二人を監獄城に閉じ込めていたんですか？ええ。ですがあの方はずっと昔から国のことを考えてきてくださってましたから。ああ、いいやつだって思ってたのに。でもそれなら話は分かりやすいわね。モイラをかばって私たちを収監した人物だもの。でも騎士団長さんがどうしてそんなことするんでしょうか？それは占い師のクイーンが言っていた。王は反逆されて殺される。王の殺害と国家転覆を目論んでいると見ていい。そんな、あのクイーンさんがそうおっしゃってたんですか？おい、もしかしてもう王様は殺されてたりしないよな？それはまだわからないわね。どうしてこんなことに。おっと、平原の方、別の騎士団たちが来たみたいだよ。どうして私がこんなことをしなきゃいけなくてでして？騎士団長殿の命令だ。監獄城を改めて制圧せねば、国民たちの不安を煽る。なの、ほっとけばいいのによ。弱い奴は倒されるし、強い奴が生き残る。でいいだろ？それだけじゃない。何より、あのプライドが脱獄したのだ。ゆゆしき問題だぞ。気にしすぎだっての。あいつらも、どうせすぐに捕まるだろ。ったく、騎士団長はなんであんな雑魚どもを気にするんだか。騎士団長様の思惑も汲み取れない方はお黙りになさって。てめえも何も分かってねえだろ。まあ、お口が汚いこと。これだから下劣な庶民は私嫌いですのよ。エセ王族が。騎士団、みんな仲悪そうだね。問題はそこじゃないでしょうが。あの大軍を相手にはできないわ。見つからないうちに逃げましょう。
ちょっと遅かったみたいです。お前たちは。わお、副団長ちゃんだ。リーダー様の言う通り、お願いします。副団長様、今だけはどうか。副団長殿、こちらに囚人はおりませんでした。そちらの調査もいたしましょうか。いや、こちらは何もない。別を調べに行くぞ。はっ、承知しました。行っちゃいましたね。今のって見逃してくれたの？それとも奇跡的にエイプリルちゃんたちに気づかなかった？あんな真正面で目があって、そんなはずないだろ。騎士団が何を考えているのかさっぱりわからないわ。考え事は後にして、ひとまず町の様子を見に行きましょう。リーダー。